どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も映画内やっていきたいと思います。どうもこんにちは、ゆきちと申します。元気に映画内やっていきましょう。てな感じで疲れるらしいんで、緑のマスに止まっていきたいと思います。練習休ませましょう。練習休ませるのね、結局練習やらせてるという鬼畜監督でございますと。ここまで順調に勝ち上がってきてます。積極盗塁大事、それは大事、いいぞいいぞ、それ大事だな。なんかさ、バント練習とかでバント作りになったら面白いのにね、超低確率で作るようになりますみたいな。でもそうするとあれか、厳選勢がめっちゃ強くなるからダメなのか。ちょっとね、それがそういうのができればいいのになーっていうふうに個人的には思うね。てな感じで、1番塩沢のこの、まあいつもの感じでいいんじゃないかな。4番寺門いい、あ、まあ理想的にはこうだけどね。こうでいくか。いやいや、ここでいいや。ごめん、松林的には使ってあげたいね。で、まあ、ここが絶不調にならなければ、そのまま行きたいなと思うんで、炭谷だけ、ちょっと9番で、田原の方が打てるしね。行きましょう、試合開始。始まりました。甲子園大学準決勝でございます。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価していってください。そんな感じで、今日も全力で戦っていきましょう、み。準々決勝だから、3日目か。頑張りましょう、そんな感じで、総合戦力は A でございます。さあ、僕は最強になるよ、田口さん。いきましょう、初っ端二塁打か。かましてるね、塩沢。塩沢も強えわ。はい、船山、笹森。メンツ的、あ、強っ。あー、なんか A ですね。今回は A だわ。A じゃないか、A じゃないか。いけ。田口さん、もうちょっと甲子園でまだ1本もホームラン打ってないよね。甲子園でホームラン打っとらんのが気になるね。これがね、多分逆にもう卒業寸前だったら、走るの塩沢。すげえ、塩沢。それはすごいわ。塩沢に感謝。感激。雨、田淵。行きましょう。いけ、田淵。田淵さん。お前、呼び捨てにしちゃった。田淵さん、行け。そういえばみんな、ダルセレの選手たち誰だと思う？俺、全然予想つかない。ほんと、まとめてる人も少ないと思うんで、俺的にまとめたのがあるんですけど、ちょっと話しながら行きたいと思います。いや、誰だと思うみんな。ほんとね、巨人、左打者。阪神、S。中日、外国人投手。広島、1970年、プレー経験ありの殿堂入り選手。で、DeNA マシンガン打線。ヤクルト、左打ちの外国人。で、ソフトバンクが、ホークスが、ダルさんと対戦したことがない選手。ロッテが未輩出の投手。西武が日本人打者プラス、頭文字は K じゃない人だって。で、この清原さんではなさそう。楽天が西武と間接的に関係のある人。で、日ハムが、引退後人気レーダーの選手。オリックスが近鉄の選手。どんな感じだろうね。これ言うてね、ごめん、あの OB あんま強くないのよ。 OB あんま強くないからこうじゃないかなーっていうのはあんま言えないんだけど、ホークスの観点でよければ、うまっホークスの観点でよければ、ワンチャンノムさんあるんじゃないかなっていうふうには思うね。どう思うかな、みんな。ホークスだけよ、ホークスの話でよければね。ホークスだけだと思う、ノムさんワンチャンあるかなーって思う、俺的には。もう完璧に俺的にはなっちゃうね。まあ誰が来てもガン回し続けるね。今回はもう、今回は爆回しよ、爆回よ。巨人は、ま、松井秀喜選手とかで、阪神のエースとかさ、よく分かんないんだよね俺。新庄さんとかかな。もう普通予想しかできないね。まあ別に俺はプロスピ実況してるわけじゃないし、もう本当に大穴でいいのかなって気がするけど。まあまあ、中日の外国人選手とかいっぱいいるもんね。ないかな。なんかでもチェンとかはさ、もうまだ現役じゃん。誰だろうね。なんかいたよね。台湾の人でしたっけ。なんか、すごい活躍した中日の選手いた気がする。1970円。プレー経験ありって、衣笠さんとかって1970年ってプレーしてた。いや、ここも代打出そう、代打出そう、玉木、代打玉木。どうなんだろうね、そこら辺気になるけどね。なんか本当に俺は適当な予想しかできませんけど、まあダルセレはガン回しします。
なんなら声やりで実況しようかと思うぐらいには我慢しています。普段栄冠ないしか実況しようやんけど、今回はね、割と勝ちる気がする、俺は。ほんと、玉木は、守備めっちゃいいんだよな。守備めっちゃいいんだよな。ショート守れるんだよな。隅田に下ろそうか。隅田に下ろして殴らできます。で、次回殴らのところで、代打、出そうかなと思ってくれたじゃなかった。オッケー、お任せできます。あ、田口さんに変わってる。誰だ？威圧感持っとんのか、強えな。威圧感持っとんのか。やつか持ちは強えわ。名倉くんも頑張っちゃえ。そう、頑張っちゃうもんねーでいいよ、名倉は。まあ、プロスペも楽しみつつね。11月3日に答え合わせがあるらしいんで、多分この動画かな。この動画で、俺この動画が上がってる日に発表あるらしいよ。楽しみに俺は待ってます。で、11月10日からかな。10日か11かな。から始まるらしいんで、よかったらみんなで一緒にガチャ引きましょう。俺はちょっともう今回課金ぶっぱする予定でいます。いや、さすがにね、ダルセレは回すよ。課金するよ。そのために俺アニバをアニバの第2弾引いてないもん。引いてほしかったけど、1弾が今回激アツだなと思って、メンツ的に。だからね、今回は引いてないのよ。だから俺はもう今回引けるのよ。だからもう今回はバリッバリに引こうかなとは思ってます。行きましょう。おか、超えるか超えるか超えるか超えないか。広角持ちがあとちょっとで終わっちゃうね。こんな感じでちょっと入れ替えてきます。ロバソン頑張れ、頑張って切れ。ワンバンの球ストレートなんだ。あ、これやばいやばいやばい。入る入る。あーあーあやっちまったな。タブチ強くね。え、嘘、その成績で3割残せるの。えぐ、3割13本だって、その能力で。すごいね。どんなバフかかってんだろう。今のフォークなんか理想だったな。いいな。今のフォーク、そのフォークを追いかけてくれ。お化けフォークになれるよ。はい。ああ、いいフォーク。もう一回三振になれるフォーク。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 オッケー、ストレート。すっぽ抜けたストレート。はい、いけ。外角。いいぞ、いいぞ。シュート。はい、フォーク。はい、シュート。こんな感じで、このままもう一試合やる？やる？ちょっと時間ないんで別日の撮影になりますが、それはなんかどうしようかな。もう一試合やるか、やるか。こんな感じでまた皆さん、ちょっとこの後別日のゆきちかで撮りますので、一旦カット。どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナイやっていきたいと思います。皆様、どうもゆきちかと申します。よかったらチャンネル登録、高評価していってください。どうぞよろしくお願いいたします。こんな感じで今回は公式戦ですね。ここに続いてそのまま戦っていこうかなというふうに思うんですけども、なかなかアイテムが終わりませんでした。いきましょう。こんな感じで今回は準決勝でございます。っていうかあれじゃん、前回さ、どうもこんにちは、ゆきちかですって今言ったじゃん。言ったけど、そういえばこれ続きやね。今思い出したわ。今撮ってて思い出したわ。てな感じで、はい、続きでした。申し訳ございませんでした。と、田淵さん、うん、いい感じになるでしょう。そう、今撮りながら思ってたわ。ちょっとじゃあここカットするね。シェア開始。まあ私だって人間なもの、メスだったあるさ。八王子高校対高校高校です。俺らが西東京からいなくなってきっと甲子園に来るようになったチームでしょう。頑張っていきましょう。よかったらチャンネル登録高評価してください。コメントもしていただけると嬉しいです。頑張りましょう。準決勝でございます。総合戦略 A でございます。だからよく思い出したわ。日がね、空きすぎた。多分ね、しばらく空いたね。はい、朝川。うん、まあ、ここが見れればいいかな。まあ、普通かな。相手は強そう。相手は強そうだけど、それでもそのチームを超えていくのがうちのチームの強さってものよ。松林、お前は最強だ。てか、20本ホームラン超えたの久々だよね。いいわ、なんか、20本超えるこの嬉しさよ。なんか20本超えた時のこの安心感。そして、まあ、この点が取れないこの苦しい感。苦しゅうない。苦しゅうないぞ。いけ、松林。かませ。息を吐け。あ、これはアウトだな。もうちょっと逆にボテボテだったら。そうだね、ボテってたらな。いて取った、オッケー。苦しいぞ。一気待ちます。オッケー。この寺門というとこを舐めちゃいかん。なぜかチャンス以前が下げられたけど、下げられたけど、この寺門というとこを舐めちゃいかん。あー、うまいけどこれはね、アウトだわ。惜しいわ。全然惜しい。いやー、点取られたくねえな、ここ。
点取られたくねえな。ごめん、闘魂使う。で、低めでいってくれ。田原、かませ。かますんだ、田原。オッケー、ナイス。いいぞ。田原、お前はエースだ。田原、強っ。5番誰？ああ。いや、勝負いくよ。男は黙って勝負よ。そんなね、ドラ1級のバッターにビビってちゃやってられんよ。田原、燃えてけ。怖っ。怖っ。田原、燃えろ。オッケー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 。田原の勝ち。まあ言うてね、田原もドラ1級だからね。そうだよ。田原もドラ1級だよ。今思い出したわ。田原もドラ1級。いやちょっと、当たりが強すぎる。もう最強対最強の戦いみたいな感じだね。まあうちも総合戦略 B なんだけどね。ツーアウト二塁。今日は4番の北沢。なんと4番に育てるけどホームランは0本。この能力でもホームラン0本。いやー、上げちまったね。ちょっとホームラン狙っちゃったかな。ホームラン狙っちゃったね。いや、点取りたいね。点を取りたいね。丹下、点取りたいね。1年生でずっと出続けてんだ、お前は。オッケー、うまいな。いい進塁だ。それができるとね、バントいらんのよ。くせ者。くせ者片岡。くせ者片岡。いや、これぞ、くせ者。くせ者、これが、ナイスでございます。ナイスでございます。素晴らしいね。田原、まだエース。エース。まだエースの力が必要だわ、ごめん。もうちょっと投げてくれ。まあ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 。いいよ、振らずに帰ってきていいぐらいだったから。そしてもね、うちのチームはね、エラーが多い。エラーが多いわ。頑張れ。とりあえず今泉カット打ち持ちよ。カット打ち持ち、カット打ちに屈するな。タラオッケー。いいぞいいぞ。寺門守備うまい。寺門の守備うまいぞ。で1番から松林、ここ出たら田淵さん出てほしい。なんとしても出てほしい。なんとしても出ろ。当たりは良かったけど、いや田淵さんの救世主を使えなかったな。投げさせるか、投げさせるか。ちょっと危険なことしましょう。一回危険なことカットするんでカットします。そうね、玉木は残しとかないといけん気がするね。そう、玉木残しとかんと何かあった時のバックアップが取れ。 OK、 いいぞ。ゲッツゲッツゲッツ。 OK、 うますぎた。名倉、お前いいピッチャーじゃん。名倉いいピッチャーじゃねえか。名倉の伝令だけ使ってあげましょう。超ファイト、ロバソン、みんなの気持ちを背負って投げてくれ。甲子園優勝に向けて、オッケー、無事に勝てた。低傾向の勝利。オッケーオッケー、よかった。 2-1 だって、超ギリギリだったね。しょっぱなから変なこと言ってましたが、無事にここまで勝てました。ありがとうございます。今度は下がんなよ。松林のパワーがもうそろそろ S になりそう。補給だなー、投げてあげたかったね。こんな感じでまた皆さん、次回の動画でお会いいたしましょう。次回最終回です。この台の。